お仕事を始めたきっかけ教えてください。はそうですね、親から代々、はい、自分で創業4代目になりますので、はい、まあ、それが一番ですね、はい、やっぱ自分がやらないとって思ったとこですね。もう何年になるんですか？今年でそうですね87年、はい、なります。はい、そうですね、やっぱ地域あっての、はい、うちの牧にやっぱ育ててもらってる感じです。はい、そうですね、福岡に出たことでやっぱさらに阿蘇の魅力が、実感できたっていうのが一番でした。そうですね、お客さんから福岡で接客していると阿蘇はどんなとことか、阿蘇に行ってみたとか、阿蘇に行きたいとか、やっぱ他の地域よりも結構興味を持たれる地域であったっていうのが出てみて分かりました。はい、より好きになりました。今年度で9年、丸9年ですかね。はい、思った以上に、まあ、大変なところも、はい、やっぱ実感しましたし、でもそれ以上に周りの人の助けだったり、やっぱ優しさだったり、人と人のつながりが、はい、やっぱ温かく感じられました。はい、やっぱり感謝されることがやっぱやりがいですね。ライフスタイルにやっぱり馴染んで行くところなのでですね、まあ今の時期は入学式なんかもあるんで、やっぱ行事の中にもやっぱ携われてもらえるけんですね、はい、そういうところと、まあ、最近はそうですね、やっぱ外国人のお客さんがですね、やっぱインバウンドで最近増えてきてると思うので、やっぱそういうお客さんが飛び込みで来られてですね、でもやっぱ日本式の床屋さんとかをやっぱり初体験されるみたいで、一回一回のリアクションが面白いなと。どんなことにびっくりされますか？はい、例えばですね、まあ、うち前洗面で、はい、シャンプーをしたりもするんですけど、その誘導とかこうしてくださいって言うと、もういちいち反応がワオってあとシャンプーもかけると、うん、ワオって言ってですね、一回一回のリアクションが面白いなって、やっぱなかなか外国ではそういうところはなんですかね、スタンドシャンプーだったり座ったまますることもあったり、あとバックシャンプーですね、寝てシャンプーするのがあるんで、まあ、そういう日本式のなんかそういうこともお客さんがそうやって反応されて知ったというのが面白いなってからですね、阿蘇だからこそやっぱそうやって人が集まりやすい地域っていうのもより分かったですし、そうやって外国人が来てもらえることで新たな魅力をやっぱ教えてもらえるっていうのもなんか、はい、そうですね、まあ一言で言えば愉快な仲間たちですね。まあ我が強く個性的で、まあ意見もぶつけ合いながら、熱い人たちですね。はい、それぞれの仕事を生かしてできるところをですね、はい、工夫してからですね手伝わせてもらってます。はい、今青年部が73名、阿蘇市商工会青年部の中に部員数がいます。はい、一人一人の家業が仕事が違うので、やっぱその生かし方をもっと工夫して、もっとかっこいい青年部を出していきたいなと思ってます。はい、やっぱり
麻生をまず好きで、いてほしいな、はい、でそれから先もずっとずっと好きでいてほしいなって、その中でやっぱり仕事に生かしていければ何事でもやっていけるんじゃないかなと思いますね。自分もやっぱり外に出て遊びより好きになったと思うんで、はい、最初からっていうか阿蘇から仕事ができるっていうのはなんか思った以上に周りの人たち阿蘇以外の人たちにとっては羨ましいって言われることが多いんですよ。やっぱそれが嬉しくてですね、はい、これから仕事をやる人もたくさん阿蘇で仕事してもらいたいなって思いがあります。仕事とは、はい、愛です。はい、どうしてこの言葉を、はい、家族にもやっぱり愛がありますし、地域にも愛があります。やっぱりそれを全部支えるものなので、仕事にも愛をつけさせてもらいました。